ready for the next battle. 当たれば OK。 目を届いた。いい線、完璧よ。投げ落とす、これはどうだ、リバースゴリ、いける、いける、いけるのか、どうだ、抜けられない、いける、いける、ドクターブーム、ここでジャイアントスイングで発生。これダメージかなりありますよ、減りますね。スズキングがリーチ、フドール跡がない。しかしジャブからシャイニング、その精度は衰えてはいない。 MVP を獲得した試合でしたね。寿司を投げなかった、とどむ、うちは頼んでませんのナックルボム、ボーリンググレードル110、110、110から野菜スペシャル。ここなんか破壊王が言うとる、なんか破壊王が言うとるな。ここまでテンプレだからな、破壊王が言うとるな、破壊王言うとるな。なんか言うとるな。まあこれ優勝者がやりたいって言えばありっちゃありでいいかな、まあ、よく考えてください。じゃあそのダブルアップの商品は誰が出すんだって話なんですか。これはだって完全に破壊用持ちじゃないですか。やったぜやったぜ破壊用。提案者が出すに決まってるんですよ。でも本人コメントで出す気満々ですよ。マジですか。僕に勝てばポケットマネーで賞金倍にしましょう。本当にマジでちょっと見たいけどな、それも。まあ、勝った人がそれをやるって言ったら、じゃあそうっすね、そうだね、そうします、そうします、はい、さあここまで勝ち上がってきました。いよいよ決勝戦です。おお、しかしこれは開幕も鋭いエルボーだったんですが、横にかけていたらトラタス、そして投げコンボはちょっと、ね、はい、ランニングジャガボム、ウエイからゲダガードしています。読んでいた、あっとしゃがんでいたしゃがんでいるんだったら飛べばいい交錯する投げを通してトラタスがまずはリーチ、ーいい間でしたね。はい、ちょっとシャイニング伸ばし気味だったか。そうですね、投げコンボ行く、スタンディングアゲルソールド、どれが通るか、これは決まってしまう。でかいのいった、リンデンデスロックからダメージ95が待っている、ロメロスペシャルだ。大きなダメージになっています。壁際壁コンボ、ローハイロードロップキック、ダメージ重視する、こっからの野菜、おさすがに無理か、細かい連携でいった、これでリーチ、さすが練習ですね、はい、そうですね、あ、空中拾っているローリングスパットの空中判定捉えました。トラタソリーチがかかっている、あー、いいスパットですね。ワンツッ、おー、フランケンを見せたが、これはトラタソラッキー、ローハイ捉えている。14秒から、おお、よくしゃがんだ。すごいことしてきますね、急に。急にやってきた。だけで、あ、両方レジか。トリプルアウトプリか。決まる。ごめん。ここからあるのか、野菜キング。レジ一歩手前というのがまたいやらしい体力さ。中段。投げを抜けて。いる。危ない。どうなる？すかし確定。反発で動いていない、トラタソ冷静、勝ったのはトラタソ、素晴らしい、おめでとうございます、おめでとうございます。さあ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 ですよ、ということで、あ、いますね、いますね、そのチャンプの下にプロいますね、コメントがこれはトラタソさんは受ける形ですか、はい、お願いしますという声もありますので、じゃあエクストラマッチを、決勝3先だったんで3にしますということで、じゃあ3先でいきましょうかね、 EX マッチ、トラタソ VS 破壊王、勝てば優勝賞品の2000円が、2000円分の商品券が倍になる、ダブルアップチャンス、ダブルアップチャンス来ましたね、来ましたね、破壊王が来てくれた、はい、まさかこんなことが起こるとは誰が予想したでしょうか来た、まあ、プロでもサブでも何でも出てこいやというのがこのベストオブザスーパーキングの大文句でありましたから、はい、出てきました、無限ステージ今、まあ本当に現状キングの頂点ですからね、そうですね、はい、まさに今宵のベストオブザスーパーキングが決まる、いいですね、いいですね、分かりやすい、ゾクゾクしちゃいますね、これは分かりやすいぞなんかニヤニヤしちゃうこれ。トラタソはあれですね、もう本当に落ち着いて自分のプレーしてほしいですよね。はい。開幕からショルダーから、おお、行く。細かい技と見せかけていきなりの投げコンボを狙っていくのは破壊王です。細かくいきます。このフレームの使い方、投げコンボ、スカシ確定、確定反撃、二択力、すべてにおいて上を行く破壊王。キングの頂点に君臨します。
これに対してトラタスどこまでいけるのか。いやでも動きはいいですよ。そうですね、あの細かく動けるので、 やはりあの、うん、何でしょう、他のキャラクターもどんどん使えるっていったところもあって、はい、しっかりと対応できるのではないかなというところですよね。いやしかしここはトラサトといえど防戦一方か。切り返していく、かわしているのがハイハイよ。まあ、続くら、うわー、続くさまっていく。ダメージを取られちゃいますね。はい、まずは一段と破壊用に転ぶ。うっといいぞ、いいラインにジャイアンプ握れるぞ。こういうことですよね、うん、どんどん打っていかないと。まず破壊を裏切るには損するしかない。投げコンボ通らず抜けていく。タックも強い、すべてにおいて高水準。プロゲーマーのノビをもってして世界最強のキング使いは破壊王と言わしめる。現ベストオブザスーパーキングと言ってもいいでしょう。あ、贅沢ですよ。アマチュアの大会にハンマーユージロ来たようなもんですからこれ。いやー今完全に読まれてたな。そうですね、いい読みでした。さあレイジ一歩手前、んしかしこれはどうだ。あ、引っかかった。読まれていたか、しかしやり過ごす。わからないですよ。アリキック。キング使いの考えは全てまるっとお見通し。超打ちたくなるんだよな。俺もねそれやってやられた。しかもね2発打ってるのにね、お冷静なんですよ。2回目に引っかかんないんですよね。超落ち着いてるもんな。カウンター確認しています。うん、プレッシャーかける。うおっと、ジャブで打つ、迎撃。なるほど、早いフレームですね。あれほど破壊、あの野菜さんに手を出させなかったトラタスがもう追い込まれています。1試合目全部ともじみですよ。1本目、いやードラゴンスクリュードラゴン。あそこは藤波辰巳もびっくりでしょうね。あそこは2試合目です。破壊王といえばこのダウンジャケットコス、はい、そして刀を持ってると、刀と銃を持っています。このやはり近距離戦一つ取っても相当相当うまい、相当うまい。これ黄金のジャブですよね。これはこれは来てるぞ、本当に。これ帰ってきたばっかりなのかこの人。サーブからこのジャブですよ、このジャブです。動けないですよね。うん、で相打ちでもいいですからね、体力取ってるから。あー、サイドミさんこんばんは。さあ今日はですね、ベストオブザスーパーキング、トーナメントの方は決まりまして、トラタス選手、2P側のトラタスが、優勝しまして、なんと破壊王から、いやそれで本当に勝者なのかいと。おいおい、やろうよと、トラタス君やろうよと、破壊王から申し出が出まして、急遽のエクシビションマッチ、その商品券2倍にしてあげるからやろうよ。俺に勝ったら、俺に勝ったら渡せよと。ダッシュジャイス無理。出た、今の絶対無理だよな。しかしこの商品を一切渡す気のないプレイ。なんという強さか。これが破壊王、トラタスを破壊していく。威力は十分、あ、まあ、壁もバッチリ。2発目があった。そうですね、やられ方だとワンツーからだとダウン投げが厳しいですからね、ジャブに一発にしたら通るっていう、まずジャブからまずこう技の使い方です。そしてこの山捨てカウンター。破壊王が使うと全ての技が強い。EX ガード崩し、同じ EX ガード崩しですね。いやー緊張か、緊張ありますよね。ミスになる。あー、ジャブが噛み合ってしまった。そしてトゥーキック。いやー、ファイターさん衝撃的なこといいですか。はい、6立て中です。なんだっつって。プーさんが来た。プーさん見るの久々だな。プーさんのカスタマイズですね、破壊を。はい、このままプーさんがね、また凶暴なんですよね、これ。そう、クマなんですよ、ね。クマなんです。蜂蜜とかじゃない。このクマに蜂蜜持ってるから、お前の首が欲しい。お前の首が欲しい。ガッと届いていない。待ってる。赤いよ、冷静。ジャブジャブから壁際でご招待。これが赤いよ。うまいな。壁際にご招待する。なんとすかしている、見逃しません。赤いよ、見逃してくれない。終わるんです、終わるんだこれが。完全にこれがハイの破壊よ。現在7立て中ですか。7立て中ですね。横からビクトリーショーダー、ワンツーで壁運んで置き詰め中止。ムーンサルトはおそらくミスでしょう。はい、
よく拾いましたね。はい。いや、トラタスしかし冷静に立ち回ってほしいが、遅らせ遅らせ、ドキゲタンゲリー伸び直伝、横で避けている横で避けているやめてくれ黄金のジャブです。トラサスが壊れてしまう。あ、最後のラウンドになってしまうか。トラサスの思考回路がショート寸前か。間に合わないか。これは今すぐ会いたくなりますね。カウンター、弁慶さん助けてくれ。弁慶来てくれ、今すぐ会いたい弁慶さんに。あ、いい、いいですね、起死回生。弁慶さんだったらこういう時どうしますか。おっと、うまい、起きた、遅らせ、伸ばし、勝ち上げる棒、ここで1ラウンド。これは本当に値千金の1ラウンドですよ。はい、値千金となった、非常に価値のある1ラウンドです。中断、おー、トラタスでも動き良くなったか、はい、非常にガードも硬くなり、投げコンボ落ち着いてますね。いいです、いいですよ。ストロングミー、この1ラウンドが男を大きく成長させる。ガード硬くなった。さあ、破壊王がかなりやりづらそう。レイジ状態の破壊王、しかしここでジャイアンツイング。ねえねえ、ハチミツ持ってる。ジャブからレイジレブ、キースペイか。これは苦しい。勝ったのは破壊王ですね。おめでとうございます。キンステ2回キャンセル、ローリングソバットはいかち、いかちっすね。これはいかち。ダブルアップチャレンジ失敗、失敗、ダブルアップチャレンジ失敗。プロレスには揺れた希望がいっぱい詰まってると思います。来ました鉄塔スペシャル2、これがストロングモンバスタイルの真髄。破壊王に対してザフィーナがかなり突き刺さっている。かつて日本代表に選ばれた時、幾度となくダブルに窮地に立たされましたが、そのことごとくを跳ね返して日本代表の座を奪い取った破壊王の強さがここに健在であります。高陽君ブラボー。ファイターの勝ち。この1ラウンド、これほど遠く感じたことはないでしょう。勝ったのは破壊王。決まってしまう、カウント 3！ 勝ったのは破壊王、10対 3！ 全国3000万のプロレスファンの皆様、そして鉄拳ファンの皆様、お待たせいたしました。試合を開始いたします。